おお、いい、はい、いや、人生一番いいサーブだった気がしますね。我々世代の憧れのスター選手。はい、よくご存知だと思うんですが、はい、知らない人いないです。全日本選手権4回シングル優勝、はい、デビッツカップの選手にも選ばれた、もう日本テニス界のレジェンド、本当本村浩一さんに今日お越しいただきました。いやー、本当ありがとうございます。こんな贅沢なことないですね、本当に。本村選手はもう誰もがやっぱりいろんなショットすごいですけど、リターンの凄さっていうか、はい、まずやっぱりサービス、キープっていうのは本当絶対条件で、であとはもうリターンでプレッシャーをかけるっていうところですかね。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いや、当たんない。はい、はい、まずリズムか、リズムがすごい大切だと思うんですね。リターンのリズムって僕のイメージだと1、2なんです。まず1で右足をセットしてここで構えて、2でインパクト、はい、1、2、はい、このリズムを常に頭の中で、はい、まあ、イメージしながら打てるようになるんですね。そうすると自然とテイクバックがだんだん小さくなるんです。で、あとは僕はここに壁をイメージして、で、この壁よりも全て飛んでくるボールを前でさばくように。で、そこの壁ってどこかっていうのは、こう誰かをグッとこう押すときに力入るって形を持つ、少し肘が曲がる、この形、これを2点意識してちょっとやってみましょう。はい、今は少し速いサーブを打ったんで、はい、ボールが来てくれます、はいはい、なので熱い当たりになります、はいはい、でも今度セカンドサーブになると、わかります、ボール来ないじゃないですか。来ないです、40歳以上来ないんです、球が。これ難しくないですか。そうなんです。なので、はい、相手がトスアップした時にもうすでに中に入ってます、はいはい、少し中にこうトスをつけるじゃないですか。で、ステップして、これで中に。なるほど。そうするとゆっくりなボールでもここで厚く当たる。なるほど。はい、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 なるほど。前に、そうです、で、この前、壁を作って、壁を作って、で、この壁で合わせるようなイメージですね。だって普通、はい、前ちょっと打ってみてください。先走って急いでしまうと、もう早く打とうです、はい、そうなると、どうしても左手が下がるのが早くなってしまう。ジュースサイドは基本スライスです、はい、イメージは、はい、うん、あんまりスピンというよりも、はい、体のこの作りからといって、はい、普通にこの左足よりも左に打つ、はい、これはもう
本地でコンセンターでちゃんと握れてれば、はい、普通に打てばコンセンターで。おお。なので、なるほど。もうこの感じ。上がりますね。左のサーブはスライス。この左の足よりも右に打つサーブはフラットです。なので、アドサイドになった時もセンターはスライスがいい。はいはい。で、ワイドはスピンもしますから。もうそういうイメージで打たれるから。もう決めちゃって。もう決めちゃって。はい、こっちはもうスライス、こっちはスピン。はい。まあ、もちろんあのセンターに打つとフラット打ったりはしますけど、その方が打ちやすい。そう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 。おおーナイスだ。あとは、ね、うん、で狙うところを今少しスライスでも少し内側入ってますね、はいはい、なのであれをもう少しラインのところに直接でもライン狙ってしまうと少し打点が来るとワイドにあのフォークしてしまう。イメージは右からこうカーブを描いてあの線に打ちるようなイメージをもう打つ前にしてしまう。おー、そうそうそう、ナイスアブ、ナイスアブ、楽ですね。うん、すごいいいと思います。そうそう、おー、おー、めっちゃいいサーブ、欲しいし、ないあれ入ったら取れないです。45歳取れない。おー、楽ですね。いや、すごい、すごい分かりますなるほどと思いました。レッスン時間は長ければいいってもんじゃないんだよ本当ワンポイントでこれから3ヶ月もやるべきことが、まあ、見えてきたというか、やっぱりテニス界を盛り上げてもらうためにはやっぱりね、あの太陽さんにこうやってテニスでこう頑張ってもらえればね、はい、本当もう僕たちも本当嬉しいですし、勝つ負けるじゃなくてやっぱりそのやっぱり試合に取り組むこの姿勢だったり、やっぱりそういうところ、やっぱりそこはやっぱ皆さんにやっぱ見てもらいたいし、やっぱりそこにめがけてこうやってるっていう、そういうところをぜひあの伝えていただきたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、すみません、握手で最後を締めていただければなと。勉強になりました。今日はありがとうございました。もう本当にありがとうございました。いやー、勉強になりました。